ジャワ島東部のイジ伊順山と加工湖以前複合火山は、インドネシア東ジャワ州、バニュワンギ県にある、清掃火山群である。火山群の中 20km 幅の大きなカルデラがあり、最も高い地点は、清掃火山の村ピ山である。グヌムラピとは、インドネシア語で、中央ジャワの村ピ山やスマトラ島のマラピ山と同じ、語源の、火の山を意味する。村ピ山の西側には、 一キロメートル幅のターコイズ色をした酸性の加工庫を持つイジェン酸がある。湖では、硫黄採掘が行われており、手作業によって、天貧棒のカゴいっぱいに詰め込んだ硫黄徒歩で、加工艇から運び出している。周辺住民の生活のための収入源となっているが、とても手間のかかる作業であり、労働者は、加工庫から三キロメートル離れたパルトリンバレーまで硫黄を運び出し、 一回あたり五万から七万五千、ルピアの収入を得ている。カルデラの中やその縁に沿って、多くの後カルデラ円水球や噴火口が存在し、カルデラの南側を横切って東西に渡り、円水球が密集している。活発な、イジェン酸の火口は、722メートルの直径と0.41平方キロメートルの表面積、深さ200メートル、 3600万立方メートルの溶石を有する。湖は世界最大の高酸性加工庫として知られているが、この湖を源流とする河川に金属を含む高酸性の水が流れ込み、下流の生態系に重大な悪影響を及ぼしている。2008年に探検家ジョージ・クロニスは硫酸による影響を調べるため小型のゴムボートを持ち込み調査したところ、 pH0.5 の酸性度を測定した。3D イメージナショナルジオグラフィック誌が、以前酸加工の鋼青色の炎を紹介したことにより、観光客が急増した。河口の縁までの上りで2時間、そこから底面への下りが45分間の夜間のハイキングが必要とされる。青い炎の正体は、硫黄ガスの燃焼で、摂氏600度の温度で、岩の隙間から吹き出ている。 カルデラ内で青く燃える、硫黄塩塩は最高で5メートルまで立ち上り、ガスの一部は液体に凝縮して、火がついたまま流れ広がる。青い炎の広がりは世界最大であり、地元住民はブルーファイアと呼んでいる。加工庫の地図、イジェンさんの黄は、加工庫の端の壁に開く亀裂から吹き出る火山ガスより得られる。噴出する火山ガスは、陶製のパイプで集められ、 ガス中の養分を管内で結露させる。パイプによって集められた濃い赤色をした流体の硫黄は湯だまりの端から流れ出し、冷えるにつれて明るい黄色の塊に変わり、鉱山労働者は冷やされた硫黄を大まかな塊にとり分け、カゴに詰め込む。労働者は採掘場所から加工の縁まで300メートルの45から60度の急勾配と、 麓までの3キロメートルの道のりを75から9 0ラムの天秤棒の荷を担いで運ぶ。大部分の労働者は日にに往復運び、近くの精錬所において重さによって賃金が支払われる。2010年9月の時点で典型的な1日の収益はおよそ米国ドル換算で13ドルであった。労働者は十分な安全上の保護を受けられず、また多くが 呼吸器の不調を訴えている。採掘にはおよそ200人が従事し、1日あたり14トンが抽出されている。採掘量は、加工内における毎日の紛失量のおよそ20%程度である。以前さんとそのよう採掘は、1991年のアイマックス映画、リング・オブ・ファイアお及び BBC テレビドキュメンタリー、ヒューマン・プラネット第5回で紹介された。 2001年のドキュメンタリー映画、戦場のフォトグラファーにおいて、ジャーナリストのジェームズ・ナクトウェイは、イジェンさんを訪れ、労働者の写真を撮ろうとしている間、不快な周期と戦った。ミハイル・グラウガー監督の2005年映画、ワーキングマンの死にもイジェンさんの労働者が触れられている。ウィキボヤージュには、イジェンさんに関する旅行情報があります。ありがとうございます。